さあおっとロングシュートを打っていった、こぼれている、ここは高木よく防いだ。からの攻めっていうのが、うん、無駄がないんですよね、うん、で、あまりこういらないボール、あっと前向く、そして三浦のシュート、うん、奪いました。経験しています。ここはホルビーのクロス、さあどうだ、打っていった、絶妙でしたけどね。そうですね、ファンが欲しい。三浦篤弘狙っていった。